はいみなさんこんにちは。弁理士の木目なめです。今回は、転売は特許権侵害なのかということについてお話しします。自分が転売しようとしている製品が特許製品であった場合に、その特許製品を販売することは、その特許権の侵害となるんでしょうかそれとも侵害とはならないんでしょうかみなさんはこういう疑問を抱いたことはありませんか 今回はじめに転売とは何かということですけども私が持っている辞書にはこう書いてありますある人から買ったものを自分自身は使用せず他の人に売ることこの定義に従えば転売という行為は世の中で広く行われていることです 今、画面の下側には一般的な流通経路の図を示しました製造者が製造した製品はその後卸、し小売という業者を経て消費者の手に渡りますこの経路において卸しと小売が行っていることが転売ですどうしてかと言いますと卸しと小売は ある人から買ったものを自分自身は使用せず他の人に売っているからですこれは転売の定義そのものですよねここで特許権は製造者が有しています製造者が自分が持っている特許権に基づいてその特許製品を製造し販売しています そういう前提のもとに今回の動画で考えるのは卸と小売が行っている転売という行為がその製造者の特許権を侵害しているのかどうかということですもし皆さんの中でこの転売は特許権の侵害ではないと言える人がいたとしたらなぜ特許権の侵害ではないと言えるのかその根拠は言えますか はじめに特許法の条文を確認します特許法の68条にはこう書いてあります。特許権者は業として特許発明の実施をする権利を占有するつまり業として特許発明の実施をすることができるのは原則特許権者だけということです。特許発明の実施とは何か この実施という言葉については特許法の2条3項に書いてあります。2条3項にはまずこの法律で発明について実施とは次に掲げる行為を言うとあります。そしてその第1号にはものの発明にあってはそのものの生産、使用、譲渡等輸出もしくは輸入または譲渡等の申し出をする行為。 と書かれていますここで「譲渡」という言葉がありますよねここで卸や氷が行っている転売という行為は「譲渡」にあたりますつまり卸や氷は業として特許発明の実施をしています うん、卸や小売は特許権者ではないのに業としてその特許発明の実施をしているんですよここれがどういういとかかかりますかもし卸や小売が何らの正当な理由とか権限とかを有していなかったらこれは特許権の侵害。 となりますこのあたりの事情は一体どうなっているんでしょうねこの製造者卸小売消費者という流通経路は一般的なものですのでもし何らの理論構成もないとすれば世の中の卸や小売は特許権を侵害しまくっているということですか なんだか妙ですよね一つ考えられる可能性は卸や小売りは特許製品を転売するたびに特許権者である製造者に何らかの実施料を支払っているとこういう可能性が考えられますしかししかしですよ 実際に卸した氷を営んでいる人はすぐわかると思うんですけども、こんなお金の流れは現実にはありません。したがって、この可能性は今回は考えません。よほど特別な契約があったら別ですけども、こういったお金の流れは決して原則ではありません。 さて、では卸や小やが特許製品を転売する行為は果たして本当に特許権の侵害として追及されうるんでしょうかちょっと考えてみましょうかさて今画面では特許製品を製造して販売する様子を3つの類型に分けています 製造者が特許権者です。一つ目の類型は、製造者が自ら製造した特許製品を直接消費者に販売することです。二つ目の類型は、さっきから示しているものでして、特許製品を製造した製造者が卸に販売して、そこから小売、消費者へと転売されていくものです。 3つ目の類型は製造者が特許権者ではなくて侵害者となっている場合です初めから特許製品の製造という特許権の侵害行為が行われていてそこから卸小売消費者へとその特許製品が流れていく場合ですさてこの3つの類型の中で 1>, 1つ目の類型は、今回の動画で問題としている転売という行為が存在しませんので、この類型1は対象外です。では、残り2つの類型はどうなんでしょう。2番目と3番目の類型において、この転売行為は特許権の侵害に当たるんでしょうか。当たらないんでしょうか。 答えを言いますと2つ目の類型については卸や小売が転売するのに正当な理由があるので特許権の侵害には当たりません一方3つ目の類型では卸や小売が転売するのに正当な理由がないので特許権の侵害に当たりますうんでは2つ目の類型における特許権の侵害に 正当な理由とは何でしょうかこの正当な理由があるから特許権の効力が及ばないということになるんですけども卸しや小売はどんな正当な理由があるんでしょうかこのあたりの理論構成については実は最高裁の判決があります 今画面には判決の情報を表示しています今画面に表示している情報から最高裁のホームページでこの判決を検索して判決文を入手することができますですので皆さんの方で一度この判決文を読んでみてくださいこの判決文を読みますと特許権の効力が 転売行為には及ばないとするその理由がよくわかりままぜひ読んでみましょう、まあ、ただ今画面には「国内精進」というキーワードを上げていますのでこれをキーワードとして調べれば大体のことは理解できると思います判決文をちゃんと読むかそれとも「国内精進」というキーワードでインターネットで検索するか いずれを行うかは皆さんの自由ですはい今回の動画は以上ですご意見ご感想ご質問などがありましたらぜひともコメント欄にお書きくださいまたチャンネル登録もお願いしますではまた別の動画でお会いしましょう